はい、どうもこんにちは、小川です。やっと4人でやれるかな。今シーズン開幕戦というのをね、動画に収めようと思って、よっしゃ4人や。2回連続3人やったんでね、やっと4人でできる。やっていこう。お、いきなりか。箱開けてたんか、地下の。あ、多分ここやな。ここか。え、お、あ、お前ふざけんな。めっちゃ恥ずかしいやんけ。また近くいるわ。え、なんで。え、めっちゃ近くおるやん。え、なんでなん。え、そう、このクロちゃんここでやる気か。俺とだきいるぞ。それなんだ、なんだこのクロちゃん。一回フェイント入れることにより殴りやすくなる。後ろ見ている。デッドハートがあるのか。ない。はい、というわけでダウンとったところで、今回の使用するパークの方を紹介しましょう。バベチリ破滅簡略、イタチが飛び出した。そして使用するアドオンが、眠気覚ましと壁画のスケッチブックです。はい、なんか触っとったな、この辺で。で、アドオンのパークアドオンの詳細は概要欄の方に書いておきますので、そちらをチェックということでお願いします。キングくんもダウン。よし、やっぱりね、ちょっとね、最近バグが多いと、バグが多いというかね、まあ動画でも言ったんですけど、まあリージョはね、バグが今あります。うん、だからね、もうちょっと使用しにくいんですよね。でも僕、リージョン一番好きなんで、いや、ほんまにどうしてええんやっていう、うん、上おったな。まあ、どうしてええねんっていうことやねんけどね。まあ、困りますよ。で、バグの使用はね、もちろんね、ダメなことなんやけど、なんつったらええんかな。ほんまにね、運営が悪いからね。はっきり言ってバグをそのままにしてんねんから、まあ、バグ使うのも悪いけどさ、俺みたいに今までずっと開幕戦リージョンでやってきた人間からすると、いや、ほんまどうしてくれねんって話なんですよ。いや、ほんまどうしようか迷ったんだけどね。うん、まあ地獄ですよ。で、なんかその動画撮るのにも気使うしね。なんかほんま生きづらいっていうか、なんかほんま嫌な環境ですよ今は。うん、普通にやってもブーブー言われるのに、バグまで出てきて、ほらどうしたらいいんだっつって、ラグいな。めっちゃラギーな。よいしょ。キス言ってんね。さあ、開幕4人はね、白星スタートしたいですね、なんとか。この裏にいるな。あ、殴っちゃった、普通に。失敗した。一人行ったな。アスケに来ないのか。あ、二人目行っちゃったね。あら、まあ。どうしようかな。痕跡あり。この裏か。鳴き声がする。近くいるな。よし。回復終わったな。
多分近くにいないでしょう。釣っちゃいますか、もうこれ。めんどくさいんでね。釣っちゃいましょう。釣っちゃいましょうなんて言ってるとね、悪夢が蘇るんだけども。いやー、これチリ映んねえよ。やべえ。回してそうなとこ巡回するか。うん、俺ね、多分ね、まあ、動画内でも説明したんですけど、これ絶対さ、実はこれバグじゃなくてポロリだったんですよ。絶対運営言うと思うよ。なんかもう、アシュレイの PTB サーバーでパークがポロリしちゃった事件から、なんかね、なんかふわふわしてんなっていうか、いやもうそこはきっちりやってほしいよっていうのがあるんやけど、うん。発電機1個通って8勝負にはしたくないな。この人釣るとアウトなんだけど、もう釣っちゃいましょうか。うん。釣らんかな。釣らんな。どの辺におるんやろこれ。どっか隅っこでしゃがんでるんちゃうかこれ。こういう時大概ね、ロッカーか隅っこでしゃがんでるんだよな。でもカラスが鳴いてへんからな。いやー、どうするかな。長い試合になりそうだな。えっとか、うん、開いた。キングさん、どうしよっかな。リルか。いたね。ん、ここいる。これおしゃがんでる。やっぱりなんかそんな気がした。いけるか。いけないな。よし。というわけで無事、4対1の開幕戦は白星スタートということで、今シーズンもよろしくお願いします。とりあえずね、もうそのバグなんかポロリなんか分からへんから、運営さん早くまあなんとかしてください。もうね、ほんまリージョン好きな愛好家の方がね、困ってます。お願いします。というわけで、対戦ありがとうございました。